はい、皆さんこんにちは。キックスラップのシンです。いつもインスタグラム、ツイッター、コメント欄での応援メッセージありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで本日なんですけれども、じゃん、隣にいらっしゃるのはなんとら TV のケンジさんでーす。はい、どうも、ケンジです。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、ケンジさんのスニーカーをクリーニングさせていただこうっていうことなんですけれども。マジですか？はい、やります。いいんですか？もう綺麗にピッカピカにしちゃうんで。お金ないっすよ。全然、やらせてください。もう動画をこうやってね、上げさせていただくので、すごい嬉しいんで、もう綺麗にしていきたいと思います。やったぜー。バッチリです。で、じゃあ今日持ってきてもらったのってあれですよね、見せていただいていいですか？収納服っすよね。収納服はあかん。あれはもうやばい。修道府のくだりはね、なんとら TV さんの方で上がってるので、ぜひチェックしてください。大丈夫ですか？僕の靴めちゃめちゃ汚いっすよ。いや、大丈夫ですよ。本当ですか？はい。靴に臭いっすよ。いや、もう全然気にならないんで。はい、はい、というわけでね、今回ね、綺麗にしていただくスニーカーはこちら、ドーン。はい、キスフォースワンですね。はい、ありがとうございます。これね、久しぶりだけどこんな汚いんだね。びっくりしちゃったよ。それなんか結構長い間同じスニーカーを、そうなんですよ、ずーっと履くんですよね。うんうん、だからよくこういう履きじわみたいなのってあるじゃないですか。ありますね。はいはいはい。これ結構気になる人いるじゃないですか。そうですね。僕も気になっちゃって。あ、本当ですか？もうちょっと履くのね、ビビっちゃうよね。まあでもこの履きじわがね、はい、また履きやすくなったりとかするんで。そうですね。でもそれを全部きれいにしていただけるんですよね。はい、今回、まあ、今回に関しては履きじわはちょっとまあ完璧にはね、元には戻せないですけれども、汚れの部分でこのね、白のキスフォースワンしっかりと真っ白の状態に戻していきたいと思います。よろしくお願いします。で、本日使っていくのがデラックスシューケアキット、こちらを使っていきたいと思います。見たことありますよ、これ。はい、このね、高級な感じで。めっちゃ完売してるらしいですね。そうです、あります、あります。おかげさまで何とかね、リストックもさせていただいたりしてます。はい、じゃあこれを使ってやっていきましょう。どんぐらい綺麗になるんだろうね。確かに楽しみだよ。ちょっと予想してみてください。どれぐらいまでこの汚れはいけるかな。このオレンジが透明になるぐらいですか？いや、それパーツが、パーツが透明になっちゃうんですね。とか、はい、まあそうっすね、ちょミッドソールとかちょっと汚いんで、はい、まあ以前の白さはちょっと取り戻したいかなって、はい、分かりました。感じっすよね。じゃあ頑張ってやっていきたいと思います。あー、見てください、この汚さ。このね、本来の姿だからね。まあまあそうだね。特に僕が気になるところですね、ここら辺結構汚れてるんですよ、こうやって見ると、はいはいはい、で今光が当たってちょっとね、目立たないんですけど、もはやアウトソールなんてもう死んでますからね。ね、死んでる。これ知ってました？クリアパーツですかね、これ、うん、ですね。クリアソールやっぱ汚れちゃいますからね。あと内側、汚ね、もうすごいですね。僕靴下で結構踏んだのかっていうぐらい中が汚れているっていう感じですね。はい、全体的にはなんか黒ずんでるというか、まあ歩いたよねみたいな印象のスニーカーですね。はい、はい、というわけでね、はい、キックスラップのね、シンさんがね、はい、今回僕のために綺麗にしてくれるというわけで頑張ります。ちょっとね、僕カメラマン初めてですね。はい、お願いします。そう思います。はい、じゃあまずですね、デラックスシューケアキットの中からこちらのコンパクトボール、はい、こちらですね、ここに水を溜めていきます。水溜めるやつなの？はい、そうなんですよね、水があるのでこれを入れます。次、こちらです、クリーニングリキッド。これをブラシに直接垂らしちゃいます。ほんと数滴で大丈夫です。はい、そしたらシューレースをまずね、抜いていきたいと思うんで、シューレース抜きます。抜いちゃって大丈夫ですよね？全然大丈夫です。はい、抜きます。シューレースもね、結び方いろいろ皆さんこだわり持ってますもんね。そうですね、ほんとないんですよね、そういうこと。申し訳ないです。すごいね、もう考えされてる。ね、もうこれあればもう全部完成するんだっていう
のコンセプトに多分やってらっしゃると思うんですけど、そうですね、さすがですね。だからやっぱり光やってるとやっぱ僕のスニーカーはなんか綺麗な感じがしますだからよく見るとやっぱり前何蹴ったんだみたいな感じのところ跡がね、ありますけれども、ね、よいしょ。ちょっと人にね、うん、自分のスニーカーを洗ってもらってなんかちょっと気恥ずかしさあるね。気恥ずかしさ、ね、あるよね。あ、本当ですか。なんかね、パンツ洗ってるみたいな感じありますよねよいしょ。キスのこのデュブレいいっすよね。それは一番いいっすよね。これたまらない。これだけベッドに売ってほしいです、ね、ではですね、今ここにクリーニングリキッドが垂らしてあるので、このブラシをそのままお水につけちゃいます。ほいほい、はい、つけたらあとはしっかり水を切りまして、はい、洗っていきます。そうですね、すごいふわふわの泡が立ってくれるんで、しっかりと汚れもかき出してくれます。 ASMR に聞いてる感覚がくるカタ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 。で、少し泡ね、取っていきます。これだけでもだいぶ確かに違うんじゃないですかね。全然違いますね。表面の炭が取れたというか、はい、全然違う。めちゃめちゃ綺麗になりましたね。全然違う。じゃあこれをね、ちょっと全体的にやっていきたいと思います。これだけでも本当にくすみ取れましたね。取れましたね。はい。そんなに水ビタビタにしなくてもいい感じなんですね。そうですね。あのブラシに水はつくんですけれど、よくここで一回切ってもらって、はいはいはい、こすってもらうだけで泡もしっかり立ちますんで。なるほどなるほど。はい、大丈夫です。はい。じゃあアウトソールいきます。これね。アウトソールはね。クリアなんですよ。ここがちょっと。一番わかりやすいですね、うん、ここは。はい、じゃあちょっとね、やっていきます。シンさんは実際にお家でこういう、はい、クリーニングとかって結構するんですか？自分はそうですね、まあもちろんやるスニーカーもあれば、まあ、やらずに味を出したいスニーカーっていうのもあるので、はいはいはい、まあ、全部やってるわけではないんですけれども、そうですね、やるものはあります。ただ僕以上にスニーカーのこうクリーニングを一生懸命されてる方ってたくさんいらっしゃると思うんですよね、はいはいはい、そういう方々に向けてやっぱりこのキットは出させていただいてるので、はい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 、おかげさまで何度かソールドアウトになったりとか、リストックも何回か繰り返したりとかさせていただいてるので、はい、逆にケンジさんはあんまり？僕はそうですね、靴ですからね。はい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 、はい、あんまりやんないですね。はいはいはい、なんか暇があったらやろうかなみたいな。あ、なるほどなるほど。感じですかね。これでよいしょ。表面の黒ずみとかはだいぶ取れたんじゃないですかね。だいぶですね。
っぱり今いろんなシューズケアのものが出てますからね。そうですね、なるべくこうキックスラップの方でも、はい、まあ他メーカーさんよりもこう手に取っていただきやすい、はいはいはい、価格帯で皆さんのお財布にもなるべく優しいようにいろいろ頑張ってますんで、なるほどね、はい、そこにもこう目を向けていただけると嬉しいかなと思います。はい、アウトソールもクリアなんですけれど、はい、だいぶね、ほんとだ、はい、表面の黒ずみとかは取れたんじゃないかなと、ほんとだ、思います。すごい、はい、まあ今時間あれですけど、はい、もうちょっとがっつりずっとやってたら多分もっと綺麗になる。確かにそうですね、そうですね、はい、すごい、全然違う。ただまあアッパーはこんな感じ。じゃあ次ピッカピカやん、ピッカピカ、ピッカピカですやん。次こちらです、でん、シューレース。あ、そっちもやってくれるんですか。はい、やります、やります。全体でね、綺麗にするので、じゃあこのね、デュブレは一回外します。で、今使っていただいたこのお水の中にちょっとジャブジャブとつけていきます。はいはいはい、言ってもでもケンジさん、シューレース結構綺麗に残ってるので、はい、そんなに気にして落とさなきゃいけないところはないかなって印象はあるんですけど、ほうほうほう、はい、まあ、もみ洗いをしつつ落ちないところはブラシをかけながらやっていきますね。この中でもみもみします。こういうの好きな人好きだよね。絶対そうだと思う。本当に考え尽くされてるね、なんか最初から最後まで、ね、はい、全て洗えますね。で、このデラックスシューケアキットの中にはレザークリームもついてるんですよ。なのでこうレザーのメンテナンスが好きな方っていうのも、もちろんレザージャケットとか好きな方って、そうですよね、そうですよね、皮育てたりとかっていうのもあると思うんですけど、はいはい、育てる、そうなんですよ、育つんですよ、皮は育つんですよ。そこをこうクリームも一緒に入ってるので、はいはいはい、スニーカーをこう育てていってもらう、なるほどね、はい、ここまで考えて中身を作ってます。はい、なんかケンジさんのアッパーはそれなりだったんですけど、はい、シューレースがすごく綺麗で、なんでだろうね、なんででしょうちょっとサッカーとかしてきた方がよかった確かにね。シューレースは綺麗だったんで、もみ洗いだけで、はい、はい、終わりにします。これで水分をね、ちゃんと取ってあげます。それなんか水分が抜けやすいとかあるんですか、そのタオル。これはマイクロファイバーなんで、あ、じゃあめちゃめちゃ水分吸ってくれます。へえ、高密度のマイクロファイバーなんで、はい、一気に水を吸ってくれるんで、へえ、すごい、はい、こうやって指で挟み込むようにして、だって引っ張るようにしてもらうと一瞬で水切れます。へえ、じゃあ雨とかで外出れない時にね、こういう作業もできちゃいますね。そうですね、できると思います。はい、それではですね、スニーカーとシューレース洗い終わったんで、初めのように戻しちゃって大丈夫です。あ、大丈夫です。はい、はい、ということで、シューレースも通し終わりまして、片足ね、クリーニングがまず終わったんですけど、ケンジさんちょっと確認をしてみていただいていいですか。これ新品買ってきました、ね、っていうのは、まああれなんですけども、はい、だいぶ綺麗になりましたね。だいぶやっぱ履いてると表面のくすみとかって出てくるんですけど、クリーニングしてあげるとそれがもう綺麗に取れるので、かなり白さは戻ったんじゃないかなと思いますね。全然茶色とかないですもんね。はい、なんか本当に洗車した車みたいなイメージですね。めちゃめちゃ綺麗になった。アウトソールもわりかしね、はい、輝きをね、取り戻してるんですよ。じゃあ映像だとちょっと難しいと思うんですけど、結構透明感がね、戻ってきたんですよ。で、今短時間でやってたんで、もうちょっと時間かけてガシガシ永遠にやってればね、もうクリアよ。すごい短かったね。まあ、はい、短時間でそこまで綺麗になるのってすごいなって普通に思いましたね。よかったです。そしたらね、まあ、片足だけこのままお返しするわけにもいかないので、もう片足もしっかり綺麗にしたいと思います。マジですか。
やりますよ。やばすぎるわけです。はい。やっていきましょう。ただね、僕ね、ちょっとキックスラップさんね、商品をちょっとね、はい、試したいんですよね。はいはいはい。消しゴムみたいのあるじゃないですか。あ、そうですね。これね、ちょっと僕、いただいたんですよね。はいはい。すごいんですよ、これ。これすごいんですよ。ちょっといいですか。はい、いいですよ、いいですよ。これね、これ忖度なしで、すげーなってガチで思ったんで、ユーティリティレーサーの方も、まあ、僕キックスラップの方でクリーニングを代行でやらせていただいてるんですけど、クリーニング、このブラシだけでね、どうしても落ちないやつとかは消しゴム使ってやったりとかはさせていただいてますね。はい。例えばさ、これのすごいところなんで、ここのさ、まあ茶色いやん。そうだね。これね、がっつり落ちていくんですよね。ないやん、うん、すごいねそう、だからちょっとワンポイント汚れみたいなやつ、ね、そうそう、だからもうすごい分かりやすいの、これ見て、もう汚れてるやん、はいはいはい、ここね、ここだけね綺麗になっちゃうんですよ。おー、ほんとだ、真っ白でしょ、うん、こことかさ、すごい茶色いやん、なんかやばない、これただの化粧じゃないんですよね。これ普通の化粧ゴムとはちょっと違って、少し柔らかめのちゃんと絡め取ってくれるような柔らかさで調整はしてるので。すごくない？これね、ちょっと感動したんですよね。多分ね、どっかに使った跡あるんですよ。マジか、これはすでに。こんなに綺麗になっちゃったらあれだなと思って、何にも手出さなかったんですけど、そう、これいいよね。俺ね、水やってガシガシするの俺ちょっとね、うんうん、めんどくさいけど、これだったらね、俺これはできる俺はできる、こせるだけですからね。そう、ほら、超白くなるんですよ。すごい、なかなか取れなさそうだもんね、そう、すごない、うん、すごない、すごいすごいね、そう、これだったら僕できるなんですよ本当に俺もできそう。もうミッドソールなんて新品じゃないですか、もう超白くない、うん、めちゃめちゃ白くなりますね。これすごいのなかなか、これすごいよね、すごいよ。これってミッドソールだけなんですか、これ。これアッパーもいけます。ちょっとやっていいですか。白い方がレザーとかのアッパーで、はい、黒い方はキャンバスとか紐とかスウェードの額系ですね、はい、に使っていただけます。これ白で大丈夫ですか。白で大丈夫です。簡単でめちゃめちゃ落ちるんですよ。すごい、すごい、これすごいぞ、これいいね、これいいわ。ケンジさんに感動していただいてます。これね、しかもそんな高ないんですよね。そうですね、これもう新品じゃん、もうこれでいいじゃん。シムさんの洗ったやつもベラボーに綺麗だな。じゃあやっぱりこれプロにね、もう任せてください。はい、残りは、はい、いや個人的にこれがすごい感動したなっていう動画です。はい、はい、ありがとうございますはい、ということで、2足ともですねクリーニングが終了しました。ちょ、改めてケンジさんいかがですか。めっちゃめっちゃ綺麗ですね。よかった。なんかちゃんと洗おうってなりましたでもやっぱ一回スニーカーがこう蘇るのを体験するというか、自分の目で見るとクリーニングの良さってやっぱり伝わるんじゃないかなっていうふうには思いますね。こんな綺麗なんだ。伝わりました。あ、本当ですか、良かったです。こんな綺麗なんだ、うん、なります、なります。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。で、今回なんですけど使ったものがこちらのデラックスシューケアキットとユーティリティイレーサー、先ほどね、ケンジさんが使っていただいたやつなんですけれども、こちらのデラックスシューケアキットが税込みで4389円となっております。これだけのセットが入ってそのお値段は相当頑張ってます、正直に言うと。はい、頑張ってます。そしてこちらのユーティリティイレーサーが税込みで770円になってます。で、このサイズなんで本当にもうポケットとかバックパックね、ポーチとかにスッて入れといてもらえれば、さっきのワンポイント落としじゃないですけど、すぐにね、街中とかで汚れも落とせるのでおすすめです。はい、ちょっと待って、汚れだからって
やらせてみたいな。すごいね。はい、な感じになりますので持ち運びにも便利です。はい、いや、よかったです。すごい綺麗にできて、ちょっと一安心しました。いや、もう本当今日はもうタダでやってくれるっていう。もう来ましたよ、そりゃ。そっちか、みたいな。いや、本当にありがとうございました。いや、とんでもないです。なんたら TV さんの方でですね、別の動画も実は出しておりまして、そちらではね、ウォータープルーフの、ガチファイトを。そうですね。はい、地獄絵図ですね。地獄でしたね。はい、ちょっと上げてるんで、もし興味のある方は、そちらの方も、ご視聴いただけたらなというふうに思います。はい、というわけで本日の動画面白かったよという方は高評価ボタンのポチッ、そしてチャンネル登録とお邪魔じゃなければベルマークの通知登録も一緒によろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。ピックスラップのシンとケンさんでした。ありがとうございました。バイバイ。